父の日っていうものに対して何か思うことってあったりする？何月にあるかも分かんないし、いや何のためにあるのか分かんないし。これには父も。浜松市にはある偶然から一緒に戦っている野球親子がいます。父は北部中の監督敦さん、息子は高台中の選手蒼太君。2人は別々の中学ですが、2年前に部員不足で一緒になり合同チームで戦っています。親子であり監督と選手、この特殊な関係に当初は家での生活も変わっちゃうんじゃないかとすごく嫌だったんですけど、周りの人も先生もすごく理解してくれて、今すごくやりやすい環境で野球できてます。グラウンドでは先生、家ではお父さんと気持ちを切り替えている蒼太君。一方父もこの状況について、合同チームなるかもしれないよっていうふうに言った時はもうそれはちょっとやめてくれっていうような感じでいまして、なかなかこういう体験はできないということだったもんですから、それは私もありがたいなというふうに思いましたし。敦さんは学生時代から野球一筋、その後中学教師として野球に携わり全国大会の優勝経験もあります。息子に野球を強制したわけではありませんが、同じ道を歩み同じユニフォームを着ることに喜びを感じています。バット引きすぎちゃダメだよ。バットはあくまでインパクトはちゃんと出て、その後は、はい、流しましょうっていう感じ。家ではあまり喋れないんですけど、ダメだった点とかを教えてもらってどうしたらいいかみたいな話はたまにします。日々熱心な指導を受けていますが、父の日への思いは薄いようで、なんか学校ではみんな、なんか母の日何あげるのみたいな感じで女子と話してるけど、母の日は結構クローズアップされる時はあるけど、父の日はないな。それだけクローズアップされてる母の日ですら何にもないんだから、父の日なんか絶対あるわけない。多少あるよ、多少母の日、そういえば母の日だね、なんとかっていう会話は。父は教師の仕事が忙しく、以前は息子とすれ違いの生活でしたが、その溝を埋めたのが親子で濃い時間を過ごした感じするよね、この2年。うん、ね、そうだね。野球っていう接点が生まれたことによって、そこから少しずつこう会話が広がっていくとかで、ソータも父親がどういうふうなことを頑張ってるのかっていうのを目の当たりにして、こう尊敬の気持ちみたいなものも生まれたんじゃないかなとは思います。練習ない時もキャッチボールやってただろ？休校中は毎日してた。走るのはちょっと体力落ちてるけど、体育とかトレーニングとかやってるからまたすぐ復活する。疎遠だった親子の距離は確実に縮まっています。この夏は3年生の蒼太君にとって中学野球最後の夏。全国総体や県予選の中止が決まり、代替大会が2人の目標です。同じチームだからこそ息子は父の野球への情熱を知り、父は息子の努力を知る。自然と絆は深まっていました。今まで父の日に何にもできてなかったので、結果は関係なしに自分が頑張ってる姿を見せて、父の日っていうものが野球を通して何かこう あればいいかなっていう、何かは分かりませんけど、今はまだ何かを探している途中ですが、野球を通じて心を通わせてきたかけがえのない親子の時間がその答えとなるかもしれません。お前何そんな偉そうや。まあまあまあ偉そうなんですね。